マイクロネシアモールはグアム島で最大のショッピングセンターで1号線と16号線の交差点に位置している。アウトレットモールとアメリカ式のショッピングモールを合わせた形態で125点が出店しており各店舗となっているメーシーズは範囲異性では唯一の店舗である。モールにはベネトン、ゲス、ディーバイスなどのブティックも出店している。さらに 24時間営業のフードコートレストランや12スクリーンの映画館24時間営業のスーパーマーケットもあり伝統的なアメリカのモールの構成が引き継がれているモールの内部にはローラーコースター回転木馬、バンパーカーなど7種類の乗り物備えたテーマパークファンタスティックパークとゲームセンターがあるこのか、グアムで唯一のフットロッカーの店舗や シスレー、ホリホリ、ゲームストップ、ビタミンワールドの店がある。ファーストフードやレストラン、軽食チェーンでは、バーガーキング、チリーズ2、コールド、ストーンクリーマリー、デニーズ、グレートアメリカンクッキーカンパニー、ケンタッキーフライドチキン、プレッツェルメーカー、スバーロ、サブウェイ、タコベル、タコ、デルマー、シナボンなどがある。マイクロネシャモールは、 G5 のアンダーセン空軍基地に近いため基地関係者が訪れることも多い。これに対し競争関係にあるタムニンのグアムプレミアアウトレットやハガニアのハガニアショッピングセンターはピティやサンタリタの海軍基地に近い。マイクロネシアモールは1988年8月8日に開店したが、これは蜂を幸運な数と考える中国などアジアの文化を踏まえ、 モールの所有者たちがグランドオープンにふさわしいと考えた日であった。ありがとうございます。